当社は木製の小物作りを専門にやっている会社になります。実用的な小物、例えば食器類だったりとか、時計だったりとか、あとは玩具、おもちゃだったりとか、そういったものを扱っております。創業が1976年に創業しまして、法人化したのが1980年、で現在役員が4名、社員が25名、合わせて29名でやらせていただいております。で、当社の理念として掲げているのは、私たちは世界の人々が喜び、感動、安らぎを感じるものづくりをします。でもう一つ、私たちは森の恵みと人との出会いに感謝し、共存共栄できることを目指しますと、喜び、感動、安らぎということをやっぱり人に皆さんに感じてもらいたいと、そういう商品作りをしていきたいというふうに考えています。まず国内を広げていくのはもちろんですけれども、理念に掲げている通り世界の人々というふうに謳ってますので、これから海外に向けても販路の展開の方をしていきたいなというふうに考えております。もともと私の父が創業者になりますけれども、急性したということもありまして、急な交代劇ではあったんですけれども、ただ父がここまで作り上げた会社をこのまま終わらせてしまうのはやっぱり非常にもったいないという思いと、旭川で培ったこの技術を世界の人たちにやっぱり知ってもらいたいという思いで会社の方は引き継ぎさせていただきました。父がもともと留萌出身なんですが、旭川の方に移住してきまして、旭川で家具作りの会社の方に勤めておりました。でそこから独立をしまして、家具作りの下請けということで工場の方を始めさせていただきました。最初は家具屋さんから受けた仕事をやらせていただいたんですが、家具業界の衰退に伴ってやっぱり仕事量が減ってくるという状況がありましたので、それまでの加工技術を生かして小物作りをしようというところで木製の小物作りの方に転換していきました。当社では基本的に木製品に色をつけないというところを基本としております。それはやっぱり木が本来持つ色の色合いだったりとか、木目だったりとか、温かみだったりとか、そういったものを生かした商品作りしたいと、でそれをやっぱり皆さんにも感じてもらいたいというところをコンセプトとしてやらせていただいています。やはり旭川は山々に囲まれた町ですので、山から切り出した木材が川を渡って流れてくるんですけれども、それが旭川に集積するというところで、もともと旭川が木の集積場所だったということと、あと第7師団という軍隊ができたことで家具の需要が増えて、そこから木製品の産業がすごい盛んになりました。でそういったところでやっぱり木材が豊富であり、技術も非常に高い技術が蓄積されているということで、旭川でやることに対してすごい意義があるかなというふうに思っております。今から、佐々木工芸の工場を案内します。こちらがですね、木取りの、作業の工程です。まず大体この幅で、カットしていきます。あのように幅を、カットしたら、このように手押しカンナで削っていきます。で4面かけたら、このようにカットして寸法を決めていきます。NC ルーター、先ほどの、このように、材料ができたらコンピューターによって加工していきます。NC で、あれはコンピューターでよって加工するんですが、今やってるのは、手作業で、刃物を取り付けて加工しております。
加工のルーターもそうなんですが、このような刃物によって加工します。いろいろな形の成形の刃を使っていろいろな形に加工していきます。先ほど NC ルーターで加工したものを、今パーツを分解してそのパーツごとに今分けている状態ですね。でこれは何を作っているのかというと、鯉のぼりのこれがここのパーツですね。こちらの2つ目の箱がこのパーツです。こちらの今やってる作業が仕上げ塗装に入る前の作業工程です。今仕上げ研磨をしています。こちらがですね、あの仕上げの塗装です。あの食品を使う扱うトレーなので衛生的に食品塗料を今使っております。こちらがですね、あのレーザー加工機です。でレーザー加工機でお客様によって、内冷してもらあの欲しいという依頼がありましたら、レーザー加工機で、内冷をしてで、梱包して出荷、それで、一連の流れとなります。学生の頃に旭川で開催されてた家具産地展というものに参加させてもらって、今まで木工っていうと家具ばっかり作ってるイメージがあったんですが、こちらの会社の商品を見てすごく興味を持って自分もこういう仕事をしてみたいなと思い、こちらの方に入社させていただきました。自分は今塗装という作業をしていて、加工場から上がってきた商品をお客様の手に届く前の最後の仕上げのきれいに仕上げる部門をしています。木そのものの、塗ると色が出てきてはっきりとした綺麗な鮮やかな仕上がりになるのがやはり木を使っててそういう作業していることの魅力なのかなと思います。でやはり塗装していると気温などによって木もまだ生きているので仕上がりもその日その日で変わってしまうので、その辺は気温などとかを気をつけながら塗っていくのが大変です。チームなど加工場から上がってきたものが自分のところに来てお客様に手に届く一歩手前といいますか、まあ、最後の工程になってしまうので、自分のところで失敗してしまうと前の人が苦労して仕上げたものも全部ダメにしてしまうので、その辺は自分がこうちゃんとしたものを作らなきゃいけないんだという思いで、気をつけてやっています。今はまだ塗装を始めて1年まだちょっと経ってないぐらいなので、いろんな人にこう助けてもらいながらそれでも自分でやっているので、まあ、もう少し自分でもこう説明できたりどうしたらいいなどというアドバイスをしながら仕事できるようになっていけたらなと思ってます。学校を卒業しまして、まあ、何の職業に就こうかなということで、まあ、いろいろこう悩んだ末にやっぱりものづくりに携わるような、まあ、仕事をしたいなということで、まあ、旭川はやっぱり家具が有名ということで、まあ、家具屋さんという手もあったんですけども、まあ、ただどちらかというとやっぱり小物を作りたいなっていううちの私の希望から、まあ、佐々木工芸をちょっと選んだという経緯があるんですけども、制作ももちろんなんですけども、まあ、どちらかというとやっぱりお客様との対応だとか、まあお客様に作ってほしいって言われたオーダーに対してのあとはその
作り方だったりだとか設計だったり、まあ、デザイン等も含め、まあ、営業プラス制作という形で、まあ、多方面でちょっとやらさせていただいているという形になりますね。木を使ってるということで、まあ、当然限りある資源資材だということで、まあ、その辺をやっぱり無駄なく家具とはまた違う大きな素材ではなく、まあ、ちっちゃい、まあ、いわゆるその捨ててしまうような素材から新しくこう命を吹き込んで製品化にするっていうところに非常に魅力を感じているとともに、まあ、やってる感があるなという、まあ、そういうところがうちのちょっと売りかなというふうに思ってますね。北海道旭川で、まあ、職人がこう丁寧に作り込んだ作品製品ということを感じ取っていただきたいなということと、まあ、あと木のその良さっていうのを、まあ、ぬくもりだったり温かみっていうところを受け取っていただいて、まあ、木をこよなく愛していただける方が増えていただけるっていうことが一番ちょっと望ましいのかなというふうに思ってます。やはり一番心がけているのはまずは怪我をしないことですね。どうしてもやっぱり大きな工作機械を使うということがあるので、まあ、怪我というのがどうしてもつきものになってくる、まあ、そんな中でやはり安全にいいものを作れるような、職人としての、まあ、作り方だったり、まあ、あとはその作るためのジグというものがあるんですけども、そういったもののやっぱり作り方、まあ、あとはそれを後輩たちにやはり指導していって、まあ、ゆくゆくは彼らもそういったジグを作れるようになってほしいという、まあ、どちらかというと教育という部分に力を入れているというような感じになるんですけども、まあ、いろんなちょっと目標はあるんですけども、まあ、まずはその旭川の木工クラフトというものがまずは日本でいいものを作っている産地だねということを認知していただけるとともに、やはりゆくゆくやっぱり目指すところは世界、海外というところを目指して、まあ、世界に旭川の佐々木工芸ありと言われるぐらいの、まあ、クラフトマンになりたいなというふうに思ってます。まずはもう木目の良さを見てもらいたいなと。木製品同じ形であっても木目が一つ一つ違いますので、それによって表情が全く違ってきます。ただ単に一つのものとして扱うのではなく、愛着を持って扱っているか接してもらいたいなというふうに思います。やはり人々がその木製品を手に取った時に喜び感動安らぎを感じてくれるようなものづくりをして、それを世界の人々に伝えていきたいと。で、世界の人々が旭川のものづくりってすごいねというふうに思っていただいて、いずれはじゃあそれを作っている工場を見たいということで旭川に世界から人々が来てくれるといいなというふうに思ってます。そうですね、世界のあちこちに佐々木工芸の商品を扱う店舗を作って、まあ、私もそういうところに行きながら世界の人々とやっぱり触れたいなというふうには思ってます。